準備。お疲れ様です。お疲れ様です。暴力が好きです、僕は。はい、トイギー。もうやめちゃったな。やめちゃいましたね、ブンちゃん。やめちゃいましたよ、ブンちゃん。やめちゃったな。びっくりしました。伊藤編集長やめちゃったんで、はい、まあ、でこいつが昇格で動画撮りに行ったんだな。行きましたね。初の1本目撮って、はい、まあ、ほんで今から、まあ、見てないのでちょっと見てみようかっていうのをちょっと動画にしようかって。おにぎり、お前は本当に。っておにぎりなんだもんね、やるわ。社長に決められたような気がするんですけど。なんか究極の選択を迫られたような記憶があるんですよね。おにぎり、おにぎり、あと弁蔵さん。あ、弁蔵は似とるわ。知ってる？キテレツ大百科って知ってる？知ってはいますけど。キテレツ大百科のなんか隣のお兄ちゃんかなんかじゃない？多分キテレツは知ってても弁蔵さんは知らない。弁蔵さん有名だぞ。弁蔵が、まあ、またこいつもつまんねえんだわ、まあ、本当。まあ、つまらない人間ですよ。今日、ちなみに今日カメラ持ってるやつが、はい、ちょっとまた怪しいやつなんですけど、いや、たまたまかな、たまたまこれもう入ったばっか。そうですね。いや、これ別に辞めたから入れたんじゃなくて、そうですね、あのたまたま、まあ、ずっともうちょっと YouTube 半分一人が欲しいなっていうところで、あのスカウト会社に頼んで何人も面接、十何人面接したのかな。結構そうですね、知ってましたね、うん、その中の一人で、またなこれもほんと。なんかコミュ力ねえし、なんかまた辞めそうなわこいつも。いや確かスカウトの金額が100万なのかな、なんかスカウト会社に。めちゃめちゃすごいですよ、100万だよ。だけど1週間ぐらいで辞めていったら、まあまあそこそこお金が90%ぐらい入ってくるんじゃないか。おお、今のうちです。今のうち今日明日かやめてけ。やめろやめろ。はい、大してやめろ。まあだけど、まあまあ結構動画を一緒には今撮りに行っとるんですけど、テストがてら、はい、そうですね。だけどまあ一人でいっぺん撮りに行ったものがどういう感じかだよね。そうですね。じゃあ早速見てみようか。お願いします。お疲れ様で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 す。いやー持ってたなと思ったんですけど、あれ打っちゃいましたね。打っちゃいましたね。打っちゃいました。はい、ネタ6のゲマス今回は。はい、で松田さんはいつから、はい、入られた。今3週間ぐらいですかね。2週間半ぐらいですかね。そうですね、この前ちょこっとあの動画に出てもらったんで、はい、あ、そうですね、朝ドバのやつでも、はい、はい、あ、もうこれ始まってんの、これ一応どっか違う違う、撮影の素材かなと思って。あ、マジ、もう始まってますね。会話やん、ただの会話やん、お前。いや、始まる前の打ち合わせやん。実際今は、はい、結構いろんな人について回ってる感じ。あ、もうそうですね、健太郎くんもそうだし、トシくんもそうだし、はい、ケンさんとか、はい、とあとベトナム人と、あ、もう全もうベトナム人は全員一緒にやりましたね。はい、でも今毎日いろんなところに行って、はい、まあ、勉強してる感じです、まあ、いろんな人の組み方、はい、あ、そうですね、はい、はい、健太郎くんの組み方どうですか。いや、いや、今日すごい現場なんですけど、はい、狭くて。そうですね、はい、ちらっとちょっと現場映せないんで残念ですけど、結構大変ですよ、なかなか難しい感じで。そうですね、まあ段取りよくスムーズにいってると思います。すごいですよね、本当に、はい、実習生も指導しながら。そうですね、実際に組ませて、はい、松田さんは、はい、今すぐ3週間で、はい、塗り替え道場にはずっといるんですか。とりあえず、まあ、社長とは話は最初したんですけど、はい、僕もともと神奈川はい、住んでて、はい、で、まあ、ちょっと足場の修行をしたくて、はい、でちょっとまあ名古屋に興味があったっていうか、まあ、名古屋の方に行ってみたいっていうのがあったんで、はい、こっちを選んで、まあ、一応まあ2年間っていう、あ、2年間の、まあ、でもその期間はまあ伸びるかもしれないし、まあ、分かんないですけど、はい、まあ、一応とりあえず2年間ちょっと定めて、とりあえず修行っていう形で、はい、修行、まあ、ちょっと足場を教えてくださいっていう形で、はい、今まではそうですね、現場ではなかった。現場ではないです、その現場、まあ、その建設業なんですけど、はい、まあ、同じその、まあ、建設のまあこういう現場とかに人をちょっとこう手配したりとかする管理の方針なんで、はい、そうですね、仕事だったんですね、はい、まあ、足場も一応まあ関わったんですけど、まあ、僕は職人としてやってなかったんで、はいはい、まあ、こうやって職人やってみて実際どうですか。はい、やっぱりきついですよね。僕も結構この年からもう37歳なんですけど、はい、この年から、まあ、また一から始めたんで、はい、結構まあ体力的にはきついですけど、はい、まあ、みんながよくしてくれるんで、はい、ひどいよ。完全に普通の会話ですもん。後々自分で素材確認してやらかしたなと思いましたもん。お前嘘つくな、結構いい感じでしたとか言っとったやんけ。
あの時はそう思ってたんですけどね。結構行く自信を受けて、松田さん結構喋ってみてたんでとか出てなかったの。僕初日ですもんね、今日。そうですね。あ、今日、前、今日あ、一回ありましたっけ？解体がありましたね、あの地足場の。あー、賭けは今回が。賭けは健太郎くんと賭けに来たのは初です。実際どうですか？結構ちょろちょろ見てたんですけど、はい、中間で材料受け渡ししたりとかっていうのがあったんですけど、実習生と比べてって言っちゃちょっと違うかもしれないですけど、結構そのやっぱ、まあ、でも日本語通じる分なんかいいっすね。ああ、そんな会話もうただの会話っすもんね、本当に。いやいや、こっからもう一個聞いたんじゃない？で、日本語通じるでいいの？で、また次の話いっちゃうじゃん。はい。あ、そうなんですね。で、終わっちゃってるな。それがそこでもう1個2個こうやって聞き出してあげると、ちょっとじゃあなんで言葉つながりないんですか、どうなんですか、ちょっとそこに面白さがなんか出てくるんじゃない。ああ、そういうことですね。まあ面白くなくていいと思うけど、内容が濃けばいいと思うんだけど、順番的にですか。もう経験したことがあって、もう俺はもうこういう風に組むみたいな、ちょっと頑固じゃないですけど、ちょっとある程度もう離れした人と、もう完全に本当にやる気だけで足場とか全くやったことがないとか、とあとはそのまあ部材の名前ぐらいだったら知ってます、あとはちょっとまあ建物組めますよぐらいの人だったら、その 3種類の人だったらどれって言ったらおかしいですけど、お前もちょっともうご覧になるからテンパっとるよな。声で分かります。喋ってんだぞ、喋らなかった、ね、うん、テンパってない。でも編集しながら、もう限界そうだな。そうだよな、もうそこ手も触れてきてるしな、カメラ。なんか手こそも触れてきてるしな。もうこの辺だったりになると、次のネタ探さないから。そうみたいな。で、なんか喋らなあかんがまだ先に出ちゃってるな。そう。やる気があれば大丈夫。やる気がいいですか。やる気があって見ていけんの方がいいですか。やる気あったら別に何でもいいですね。あ、何でもいいですか。まあ、仕事は教えますって感じです。でも知ってれば教えることも少ないですもんね。まあ、そうですね。ただやっぱりその人それぞれ組み方があると思うんで、はいはい、その辺はどうなのかなっていうのがあって、その辺はどうなんですかね、どう思いますか。組み方、はい、まあ僕も細かいところまで分かんないですけど、はい、まあちょっと違ったりするのかな、まあその現場によっても組み方やっぱ違うでしょうし、ちょっとまだその辺がよく僕も分かってないんで、はい、とりあえず言われたことやってる感じですけど。結構塗装の職人さんとかだと、もうあまり人には触ってほしくないみたいな人とかで結構いるんですよ。こうまだ会話はもうすぐ飛んでるんですね。まあ隣とはいえ、もっと下げてかんと、いやなんかお前もネタ考えないかネタ考えないか、もう喋ってる時には違うこと考えとんだろ。そうですね、分かる分かる。次はどうしようかどうしようかみたいな感じなんです。だからもっともうちょっと肩の力抜いて、いやそれは何なんですか、どうなんですか、実際どれぐらいないんですかとか、一つのこともっと絞っていただけた方が視聴者も楽しいんじゃない。あ、そういうことですね。どれぐらい偉いんだろうって、マジですか、どういう時が偉いんですか、マジです、まあ、何かしとる時がこう偉いとか。そう、ね、本当にもっと自分がリラックスしたらいけるし、まあ、あとはやっぱ緊張するからな、いきなり。あ、足場の職人さんそういうのってどうなんですか。あんまいいことは言わないですよね、多分人の組み方とか。あ、やっぱりですか。やっぱ自分の組み方にそれなりにプライドがあるというか、はい、やり方があるってことですもんね、はい、そうっすよね。まあ、そうっすよ、そうです。みんなそうだと思うんですけど。そうっすね。まあ、やっぱ自分の仕事には全員プライド持ってるってことですね。まあ、そうですね。松田さんですね、はい、修行っていうことだったんですけど、はい、修行し終わったら何か、はい、考えてるんですか。修行し終わったら、まあ一応神奈川には戻るんですけど、はい、まあ、神奈川もう長いんで、はい、で実家とかも、いや僕も地元は九州なんですよ。あ、そうなんですか。はい、でも神奈川にもう20年ぐらいいるんですけど、はい、まあ神奈川に戻って、でまあ一応まあ個人でまあ、はい、いろいろその独立して、まあ独立したいなと思ってるんですけど、はい、そう神奈川でもなんですけど。はい、2回当時神奈川支店が出ますね。そうですね、1日から、ね、そうですね、僕も来てそれ知って知らなかったんですよ、ね、横浜の方。そうですね、それでまあ僕向こうに帰って仕事とかいただければ。あ、そうですね、なんかすごいいいかな。そのままずっと、はい、足場の職人さんでお願いして形になるかもしれないですね。はい、まあ、とりあえずまあ先のことはまあとりあえずやりながらやっていこうか、やって、まあ、決めていこうかなと思います、はいはい、今結構手元とかやられてるんですよ、はい、後々やっぱ掛け原とかもやっていく形になるんですか。まあどうなんですかね、その辺はちょっと翔さんと龍二君の多分どういう風に僕を使っていくのかっていうのはちょっと分かんないですけど、はい、
今まではもうないですもんね、そういうかけたりとかバラしたりとか。僕がですか、はい、あ、ないですね、全然。一発目、はい、誰と一緒に入ってどういう風にかけていくかちょっと楽しみですね。その時もまた頭に入りたいですけど。まあでもそうやってやらせていただけるんであれば僕も早く覚えて勉強していきたいですね。勉強っていうか、はいはい、まあ、いろいろ経験をさせてもらいたいなと思って、ね、あ、そうですね、はいはい、みんなすごい職人さんがやっぱ集まってるんで。じゃあ今回ちょっとペタル君の現場に、はい、すごい職人が集まってるんでで終わっちゃった。終わっちゃった。なんか、まあ、もっとリラックスして、うん、で誰がすごいんですかとかやってるうちに視聴者も分かんないよね。だから薄いんだよ、ね、薄いですね本当に。なんか喋っとるなっていう会話レベルだよな、うん、どこにもなんかこのガッときた熱がないの、うん、もう平坦のラインをずっとこう言ってる感じですね。そう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 、なんか道端で会った隣の人とか、なんか中華道場の方ですよね。あ、そうなんですね。なんかお酒お元気ですか。あ、そうですね。結婚してるんですか。してないですね。あ、そうなんですか。お父さんいるんですかみたいな会話がどんどんこうなっちゃってるんだよね。本当に日常会話じゃないですけど、そういう質問みたいな、そうそうそう、質問して答えて質問して答えてみたいな。まあそれでいいんだよな。最初はまあ、まあ、まずは人になれることだよな。いっぱい取って、うん、さあ難しいな。俺も十何年の付き合いなわけじゃん、はい、こいつだとね。健太郎でもこうやって一回やめとったけど、まあ、トータル10年ぐらい付き合ったもんね。あ、もう終わったのお前。どこ見るとこどこ。お前これどここれ嘘終わっちゃいました。マジサムネは何なの。そうですよね、うん、サムネ考えず撮ったのがそもそもの間違いですよ。勢いで撮ったのが間違いです。それやめてくわ。そうですよね。あ、何やこの動画お前使えんわ。失敗しました。もう編集カットしようってどう思った。でも素直に大丈夫かなって。なかなかどぎついこと言ってくれますね。入ってまだ一日使えんの。結構腹黒いかもしれない。腹黒いよ。腹黒ナンバー2だよお前。じゃあこれ動画って最初にあのオープニングじゃないけど、はい、ちょっとあのカメラテストみたいな感じじゃないの素材だよな、これな。そうですね、こっから動画撮ろうかっていう感じだよな。こっからカット始めたりね。いや結構いいの撮れましたよ、撮ったのが。撮れた直後はそう思ってたんですけどね、よくよく落ち着いて見返してみたらダメだな、ね、それぐらいで分かってくるんですか。まあ別に編集長のやつもそうじゃん、まあ、ただ慣れ撮ったから向こうがいじってくれる。そうです。まあそんな感じですか。はい、まあ、でも、うん、まあ必ず成長するから。俺も最初そうだったから。まあ、みんな、まあ、これからちょっとずつ勉強しながらになりますけど。怒らず、調子に乗らず。はい。まだまだだって思っときゃ成長につながるけど。はい、まあ常社長にぶったたかれるとは思うんですけど。そういう気持ちがずっと今でもあったら、俺も今でもまだまだこれからだなって、今の動画見てやっぱすげえなって YouTuber とか。で経営者でもそうだよな、まあ、YouTuber みんな笑ってたらあかんけど、経営者でもああこの人すごいなってやっぱりね、ご飯とか食べさせてもらうとまだまだだもん。でそうやっていう気持ちがあれば成長じゃない。でも俺はもう、俺も絶対天才だしって思ったらもういいみたいになっちゃう。それ言っていいですか。いやいいよ、それまでもだってやめたことですごい今成長して全然まだ素直なんだと思う。だってあれ多分、うん、いいと思うんだろうなと思うよ。まあ心理師始めたよ俺も。新聞社お前が戦う気がいいんだよ。まだけどまたあの彼がちょっと出てきて、はい、いろいろ面白いことやってくれると思うんで、はい、頑張っていきます、うん、ちょこちょこ応援、まあ、なのでこういうコメントでね、あの心ない書き方されるとちょっと面白くないけど、はい、こういうふうにしたらいいんじゃないとかアドバイスに、こういうとこが良かったってあの自信つけさせてください。でそんなことあの俺もよくこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃない、ああした方がいいよって言ってくれる、そんなこと分かっとんの。だけど今目の前にある10個のうちやっぱ手2本しかないで2個しか取れない、取れないですね、うん、だけどまずは今これ取っとるからもう分かっとるってそんなことはっていうことよりも、こういうとこが良かったよ、ああいうとこが良かったよって自信をつけさせてくれたらみんなにね、はい、うちのスタッフに、そしたらまた自分たちが、ね、また自信持っていろんなことやれるようになると思うから、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。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 また見てね。やりたい。そこだけ。出ないじゃん。もう一回、もう一回。また見てね。やあ、くだらん動画で時間潰したわ。くだらん動画で時間潰した。お時間取らせました。